1986年7月3日の第10回党大会かつて統一労働者党本部が置かれていたビルポーランド統一労働者党は冷戦時代のポーランド人民共和国に存在した政党で当時の支配政党である1948年結成1989年解散本校では前身となるポーランド労働者党やポーランド共産党も含めて説明する 統一労働者党の前身は、ポーランド共産党である。1918年2月に、ポーランドリトアニア王国社会民主党と、ポーランド社会党左派が合同して、ポーランド共産主義労働者党が結成され、1925年に、KPP に解消した。しかし、極左路線と真相傾向が強かったため、国民から孤立し、非合法の弱小政党に止まっていた。 また1938年にはコミンテルンの指令によって解体されソビエト連邦に亡命していた重要幹部はほとんど粛清された1942年に粛清を免れた党員によってポーランド労働者党が結成されナチス占領下のポーランド国内で抵抗運動を行った1944年ソ連軍がポーランド国内に侵攻して解放した地域における 政権党として全面に登場。1948年12月に PPR と PPS が合同して PZPR となった。同年後半以降、ブワディスワフ・ゴムーカなど国内派指導者は、右翼的民族主義変更を理由として追放され、スターリン主義的傾向を強め、事実上の一党独裁性を確立した。しかし、56年のポズナンボードをきっかけに指導部は、 公鉄され、ゴムウカを復帰させて自由化措置を実施した。1989年2月には、独立自主管理労働組合、連帯との円卓会議を実施、同年6月に行われた、ポーランド初の自由選挙では大敗し、連帯に政権を明け渡す結果となった。翌90年には透明を、ポーランド共和国社会民主党に解明。1991年の議会選挙では、 政党連合、民主左翼連合の一員として、選挙に参加した。ケストン、クリスティーナ、ザ・エスタブリシメント・オブ・コミュニスト・ルール・イン・ポーランド、1943-1948、ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア・プレス。 p466isbn9 長7805億2006万 2191https コロンスラッシュスラッシュ books.google.co.jp スラッシュ books 移動イコール rd3e7zxreq ピコグラムイコール pa466 EQ イコールポーリッシュユナイテッドワーカーズパーティープラス1948ディセンバープラス 15&、HL イコール JA&、サイコール X&、ベドイコールレイアクジビーサンジクジトブダベワット4、クスナケック6エザブイコールオネパゲ &Q&、F イコールフォルス、AB ブリタニカ国際大百科辞典、小項目辞典コトバンク。2018年9月25日閲覧。 ありがとうございます。